よろしくお願いします。次期のセンター長の予定になっております、荒木でございます。本日はデータサイエンス共同利用基盤施設の報告会に参加していただきありがとうございます。またご講演をいただいた先生方、特に高橋先生、椿先生にはお忙しい中講演していただき、厚くお礼を申し上げます。データサイエンスに関する講演で、あるいはまた本施設内センターでの活動成果の報告もありましたので、どのような活動がセンター内で行われているのか、かなりお分かりいただけたのではないかと思っています。またこの後のポスター発表が続きますので、そちらもご覧いただければより詳しく見ていただけると思います。DS センターは施設長の説明にありましたように、何と申しましても、一つは共同利用を進めてデータサイエンスの推進を目指しているということであります。来年度以降もこれまでの活動を促進してまいりたいと思っています。共同研究プログラムをそのためにいろいろと動かしているわけですけれど、それはホームページからご覧いただけるとともに、この後のポスターセッションでも説明があるものと思いますので、ぜひご覧ください。そして来年度以降、第4期になりますけれど、DS 施設はデータサイエンティストの教育・育成に加えて、バイオデータの拠点、それから人文学との融合拠点として、日本文化ビッグデータ研究ハブを立ち上げるというふうな計画をしております。そのようなことにより、データサイエンスへの貢献を目指しています。また、機構長が少し述べましたけれど、大学共同利用機構法人の中でアライエンスを作ることになっておりますので、そのアライエンスを通して、さらに広い対象に対して共同研究、あるいはデータサイエンスの推進、促進ということを行っていきたいと考えております。どうぞ皆様のご支援をよろしくお願いします。まだポスターが続きますので、どうぞそちらもよろしくお願いします。以上です。